皆さん、こんこにちは。本日はエンターテインメントおよび政治ニュースのチャンネルとともに過去24時間のハイライトをいくつか見てみましょう写真を拡大。 <gelen stereotype> <って> https://www.asobism.co.jp <ża> スラッシュソーシャルスラッシュ s h i r o d o r a スラッシュ株式会社アソビズム本社東京都千代田区代表取締役大手ともゆきアップストア Google プレイにて好評配信中の白とドラゴンで報酬特盛り スーパーグルチャリーグを2020年2月7日、金曜日より開催2月7日金曜日から2月9日日曜日まで、全国のユーザーを相手にリアルタイムで戦う、バトルイベント、リーグが開催されます。今回、グループチャットのメンバーで集めた、グルチャ P の合計を競う、グルチャリーグを実施。5周年を記念した、公衆特盛スーパーグルチャリーグ使用。 報酬が通常よりもアップしています。合わせて、大森グルチャピー到達ミッションも開催されます。リーグ概要リーグ、開催期間中にバトルに参加して獲得できるリーグ P を競うバトルイベントです。リーグ終了後には、ランキング順位に応じた様々な報酬が手に入り、開催期間2020年2月7日、金曜日6時2月9日、 日曜日23時59分、アバター P 獲得対象バトル、1日上限 100P、主な報酬内、1日参照すると、リーグクラスに応じた、ドラゴンメダルを、配布、1勝するごとにリーグクラスに応じた金を、配布、1日参照まで1勝すると30ルビーを、配布、1日1勝まで報酬特盛り。スーパーグルチャリーグ開催、グルチャリグは、 ゲーム内のグループチャットからリーグに参加すると獲得できるグルチャ P を競うグループチャットのメンバーと協力して集めた合計ポイントで決まるランキングに応じて報酬が手に入ります。今回は5周年を記念した報酬特盛スーパーグルチャリーグとなり報酬としてレア,アバター券やドラゴンメダル、キビ団子が贈られます。 大森グルチャピー到達ミッション開催上機器参加中のグループチャットが特定のグルチャピーに到達すると自動的に報酬が配布されます。今回は通常よりも報酬が多い大森グルチャピー到達ミッション最大35枚のドラゴンメダルが獲得できます。リーグ P 減少なしキャンペーン上機器間中バトルに敗北してもリーグ P が減少しなくなります。襲来イベント 鋼鉄帝国主開催襲来イベントは、あらかじめ設定しておいた防衛作戦で迫る敵から事情を守るイベントです。下記期間中、1日最大1回、プレイヤーの城に鋼鉄帝国が襲防衛の結果によって獲得できる報酬が変わります。開催期間、1回目1月31日金曜日、メンテナンス後2月2日、日曜日、 終了2回目2月7日金曜日2月9日日曜日3回目2月14日金曜日2月16日日曜日4回目2月21日金曜日2月23日日曜日配信元企業株式会社アソビズムプレスリリース詳細へドリームニュース